死にかけた。行ったことあるとこと全然ちゃう。はい、というわけで皆様お久しぶりでございます。私本日愛媛県は久万高原町にございます西日本最高峰の石鎚山の方にやってまいりました。というわけで石鎚山でございます。まあ、今回に関してはごめんなさい、石鎚山の山頂に行く登山ではございません。本日はね、おもごけに位置しまして、仁淀川の再源流と呼ばれている日本の滝百選、御来光の滝の方に向かっていこうかなと思っております。御来光の滝でございます。まあ、日本の滝百選の一つなんですけれども、こちらの滝、日本の滝百選の中でももう特に難所と呼ばれている、ほぼ道のない道を滝壺というか滝本体のところまで行きますと、おそらく 2,3 時間ぐらい山の中を歩いていくのかなと思っております。で、こちらの方のアクセスなんですけれども、ただいま私長尾尾根展望台の方にやってまいりまして、そこから、まあ散策コースではないんですけれども、まあ、インターネットの方でこういう風に歩いていったらいいよっていうのがあったんで、まあ、それを事前に詳しく調べながら私ただいまやってきておりますと。で、こちら石鎚スカイラインの方の展望台になるんですけれども、スカイラインの方は7時から20時までの開通時間となっておりますので、そこは皆さんしっかりとその時間内に収まるように来てみてください。というわけで早速行ってまいるんですけれども、仁淀ブルーを、まあ、去年かな、高知県で見させてもらって、やっぱ水質を僕は素晴らしいなって感じてたんですけど、ここのおもごけの川も運転中見たんですけど、めっちゃ綺麗。これはね、めちゃくちゃ期待感はすごく溢れてます。まあ、ただその道なき道を行かないといけないんで、めっちゃ怖いなっていうのがちょっとありますよね。あんまりソロではね行かないようにみたいなこと書いてたんですけど、今回は僕結構調べてきてるし、あとマップもしっかり GPS 付きのやつを用意してきたんで、それに従って行こうかなと思っております。まあ、ぐだぐだ言っててもあれなので、御来光の滝早速行ってまいりましょう。ここですね、このガードレールを越えて道なき道を歩いていくと。はい、というわけで行きましょうか。はあ、早速でございます。ほんまやね、なかなか危険やね。なんかよし、めっちゃ気をつけていきましょう。待って、これいつまで降りんの。めちゃくちゃやな。はい、というわけでダメ取った。死にかけた。そしてこれ山道、これがほんまの山かと思いました。なんか道なき違うルート行っちゃってたみたいで、このままなんかもう急斜面でもうずっと滑り落ちて、なんとか戻ってこれたんですけど、あのまま行ってたら川に落ちてたの、滝が落ちたって。はい、というわけで 2,30 分下りまくって、ようやく、はい、あのよくポイントの地点に来ました。はい、堤防みたいな感じの場所でございます。はい、あー、よかった、うち知ってるポイントに到着した。これ帰りでもちゃんと帰れるかめっちゃ不安や。はい、仁淀ブルーのね、この川めっちゃ綺麗。まあ、とりあえずね、これ動画撮ってる場合じゃないというか、撮れないです。とりあえず、はい、もうあの川沿いをこう歩いていくとちょっと動画撮れない。はい、怖い。もうちょっと、はい、もう御来光の滝まではもうパパッと、ごめんなさい、行きます。もう安心安全でちゃんと時間通りに帰りたいんで、うん、すいません。
そういえば、そう、革結構塗装しないといけないんで、靴履き替えましょう。革用のね、靴。ちゃんと皆さんも用意はしておいてくださいね。めっちゃ綺麗。はぁ、癒し。はぁ、気持ちいい。はぁ、最高です。はい、というわけで、これ、無理だ。でも俺このまま行ってしまうと、もう帰られへんわ。今多分最悪の最悪の状況ですね。多分ルートも今外れてるし、なんかもうずっと、本当はどっかに道があるはずなんですけど、もうずっと川沿いでめっちゃ急なところとか登ってきて、あかん、やめとった。そうか。で、まあ車返す時間とかもあるんで、多分ね、本当にもうこのまま行ったら無理。はい。諦めるとか、マジか、って思うかもしれないですけど、仕方ないよね。だって無理なんだもん。これ戻れるかも。だから、うわ、余裕やと思ってたのに。ダメだ。皆さんちょっと、やっぱり、その、まあ、ガイドさんとか、登ったことある人と来ないと、無理。帰れる？まだ、これはまだ道はね、最初の山道さえ帰れれば、戻れると思うんで、また時間もね、今帰るのであれば余裕があるんで、はい、もう危険なので、ゆっくり帰ろう。というわけで、残念な結果でございますけれども、はい、御来光の滝っていうものが皆さん愛媛県にもありまして、だいぶ、しんどいというか、もう、本当に険しすぎる、舐めてました。まだもうちょっとやっぱ訓練積んで、はい、また愛媛県御来光の滝はリベンジしたいなと思います。はい、これが、仁淀川の源流で、再源流でございますと。帰ろう。はい、というわけで無事戻ってきました。降りて登ってくるだけで2時間半。舐めてましたね。結構自分の中で自然好きで、結構の自然行ってるわと思ってたんですけど、全くアマちゃんでした。あかんわ、自然好き語れないですね。まだ残念でございますけど、ご来光の滝見れなかったのは、ただいい思い出になりました。本当にね、今まで登山のニュース見てて、登ってってもう登れませんみたいな、で救助呼ぶみたいな、よく聞くじゃないですか、ニュースで。そういう人は何してんねんと思ってたんですけど、この上り 900m まで降りたんで、 1200m まで、ここ 300m ぐらい一気にこう急な斜面を登ってこないといけなかったんですけど、もう休憩何回挟んだか、もう5分も歩けなかったな。多分3分歩いて、もう3分休憩みたいなんで、これが超難関の日本の滝百選の場所でございますか。マジか。まあ、でもこれ人生の中での一つのチャレンジですね。いつかまたリベンジさせてもらおうかなと思います。はい、愛媛に関してはね、僕体の半分は愛媛の血が流れているので、まあルーツですね、僕の。もう一つのルーツは高知なんで、僕意外と四国のハイブリッドな人間なんです。はい、それだけ覚えていってください。ではまた次回の旅でお会いしましょう。